飲み。最後のソはおまけ。ドミレファミソファラーっていうことで。ソー、はいどうぞ。そうだね。まあネットのせいもあるかもしれないんだけど、ドミレファミソファラーって上の音が大きく聞こえる。この、あのマイクのせいもあるかもしれないけど。で、ここまででドミレファミソファーラー、そうそう、ラマでいいよ。で、全部タンギングしてください。加減、加減、加減、強く吹かない。そうするとね、オッケーオッケー。で、二つ指を動かすことはちょっと不得意だよね。で、ドミはできてる。で、レファ。3回練習。レファ、レファ、レファ。もう一回。あ、よくなってきた。どう違いますか、僕と。どう違いますか、あなたの。あ、だいぶいいね。はい。近く、似てきた。もう一回もう一回。あらぱら。この指関係ないよ。ファーラだから、人差し指と。こっちは3の指、中指、ああ、薬指、バラバラ。そうだね。で、小指押さえたままなんで、フルートというと、これ、オープンギスっていう指なんですけど、ここ、ね。しょうがないんで、ちょっと大変ですけど、これ、これを慣れるしかない。ね。右手だけだったらまだね。で、2個一緒に動かすってことは、ちょっとなかなか神経ちゃんとつながっていかないと難しいんで、これは、癖つけるしかないんですね。その回路を自分の中に作る水路付けですね。だんだんできないけど、水流してるうちにこうそこに流れるように、ここに流れるようになってくる。でその上ね、ソシラドシーブまでしょ。あ、いい音、いい音。どしらどしれ、あ、今までのが一番いいんじゃないですかね。それができると、あの、吹きやすくなると思います。いろんなことは、まあこういうちょっと高い声でやるとこういうことなんだけどね、そういうのがやりやすくなるよね。ちょっとこう私が指を押さえにくいけど、まあこういう指がちゃんとついてくるようになりますね。ちゃんとキャッチできるようになります。で、音が飛ぶときラードとかね、それがちゃんと取れるようになります。だから今日の練習としては1個飛びとは1個飛びね、ドミレファミソね、そういう3度っていうことね、ね、ソミファレミドとかさ、ドラシソラファとか、そういうのちゃんとできるようになりました。今良くなったと思います。どうですか、少し全然違うよね。上のドラシソラファってやって、ドラシソラファ、でやっぱりその楽器変えて、前のプラスチックの楽器から、樹脂の楽器から陶器のね、瀬戸物の楽器になったでしょ。でその音が立ち、あの、ちょっとピリッとするとか、いいっていう感じかね。
よくね、前やっぱりプラスチックはどうしても丸すぎるんだよね、音がね。だからそれはよく、とても良くなったと思いますよ。どうですか、自分で吹いてて。この楽器の良さ、感じます？感じる？ ね、ちょっと高いもんね。そうだよね。その良さ出さないとね。はい。OK、OK。とても良くなったと思います。